到着。予定通りだな、スネーク。ブランクがあるとは思えん。待たせたな。いや、本当だよ。毎回登録者が10万人増えるごとに質問コーナーをやってきたんですけど、最後にやった質問コーナーが去年の9月にやった60万人記念ということで。え？どうも皆さん、こんにちは。クソサボリマです。ということで、長らくお待たせしました。70万、80万、90万人記念の質問コーナーをやりたいと思います。改めてになりますが、登録者90万人超え本当にありがとうございます。これからも広く不透明、半透明をよろしくお願いします。それじゃあ、待ちに待った質問コーナー、やっていくよ。やったー、待ってました、嬉しい。うわ、こんな喜んでくれるんだ。ごめんね、1年以上待たしちゃって。あ、質問は特にないです。ないんかい。俺に質問したくてたまらんやつの喜び方なんよ。私には彼氏がいます。水が大好きでよく噴水にいます。ん？でも泳げません。デートの時必ずびしょ濡れです。あと魚が大好きです。食べるのも好きで魚が浸かるくらい醤油をかけます。最高の彼氏です。もうやばくないそいつ。よくこの彼氏でのろけられたな、お前。わー、もうこんなやる気ない質問ある？1年ぶりの質問コーナーやぞ。で、ここだけ波線なの気になるわ。よ、吉沢亮さん、いつもイケメンすぎて困ってます。質問しますね。その面白さどこからですか？いや、ありがとうございます。面白さか。まあ、よく気にしてるのはツッコミの時とかテンポを大事にしたり。俺ってやっぱかっこいいよな。俺がどうしてかっこいいかって？そんなの君の心が可愛いからに決まってんじゃねえか。てか、吉沢亮じゃなくて横浜流星だろ。なんだこいつ。なんで1年も置いてたんですか？ごめん。もうこのハテナマークの数が全てを物語っとる。いや、なんかやろうとは思ってたんだよ。でもやっぱり質問コーナーって編集とかすごい時間かかるし、めんどくさいな、明日やろうかなって思ってたら、なんか1年経ってた。自撮り出しますか？え、欲しい？俺の自撮り。しょうがないな。少しだけだよ。まずこれが普通の自撮りだね。これは結構漏れたんじゃないかな。そしてこれがミートソースパスタを食べた後の僕ですね。いや、可愛いでしょう、この口いっぱいにつけちゃって。そしてこれが今の彼女とのツーショットだね。ちょっと壁ドンとかしてみちゃったり。これは二人目の女と、なんだろう、お葬式に行った時の写真です。これは、三人目だね。三人目の女。もう、いつ吉沢亮さんの事務所からクレーム入ってもおかしくないよね。本当にすいませんでした。コウキさんのチンコにフォローされました。どうしたらいいですか？僕のチンコをよろしくお願いします。国民のみんなに一言。愛してるよみんな。今度こそやってくださるんですね。本当に？本当に？本当に？もうミリオネアのファイナルアンサーくらい聞くやん。もしコラッシュが美少女化したら付き合えますか？という質問に添付されてた画像がこちら。コウキさん、大好き。うふ？そんな美少女じゃないっていう。中の下の上。マスクしたらモテるタイプ。この画像について一言お願いします。これは Google 翻訳を使って翻訳した画像かな？おお、どうした？犯行予告するときに出す手紙の最上位版。もう誰も読めん。コークがコカインの別名としたときの気持ちを絵文字でお願いします。これ。マジでこれ。コークさん、コラッシュと結婚する予定はありますか？爆笑。いや、全然笑っとらん。コークのチンチン美味しかった。おまわりさん？どうせ採用されないんだよね。採用されないんだ。されないんだよ。ちゃんと採用しろよ。急にエンジンかかるタイプ。お尻派ですか？胸派ですか？心だよ。でもめちゃくちゃ性格悪い橋本環奈とめちゃくちゃ性格いい秋竹城だったら迷わず環奈行くな。ペペロンチーノとゴリラの違いって何ですか？全部。コウキさんが冷蔵庫の卵を入れるところになるとしたら何したいですか？まず前提として冷蔵庫の卵を入れるところになりたくないんだけど、どうしようか。てか、あれになったらもう卵入れるしかねえだろう。はじめまして、いつも楽しく見ています。来年の目標は何ですか？いろいろあるけど、やっぱ目標ってちゃんと実現できそうなのがいいよね。アカデミー賞で。
この子に名前をつけてください。ランケーブル。どうせ採用されないけど、あ、写真で一言。うわ、メイク落としたゴールデンボンバー、ごめんなさい。質問です。質問できてますか？質問しました。肝心の質問がないよ。コクさん、ダイスーキ焼き食べたいな。まさかの急ブレーキ。コークさんが実写でセパタクルをしてみたって動画とても面白かったです。またやってください。やってねえわ。てかそもそも誰とやるんだよ。オットセイの真似します。おう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 パンパンパン、おう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 パンパンパン、おう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 。もうめっちゃ人生楽しそうやな。お前悩みとか何もなさそう。コークさんって知ってるってクラスの人に聞いたら、うん、あの頭おかしい人でしょって言われました。よし、ちょっとそいつみんなでボコボコにしようぜ。サボテンにパンツを履かせる仕事をやっています。ブチブチブチになるだけやろそれ。この写真に一言。アンパンマン。これもう何でもありじゃん。アエードンか。はい、ということで今回の質問コーナーは以上になります。本当に裏話なんですけど、ちょっとうるせえな車、今喋るんだ。今から思いっきりトラック50台ぐらい通ったけど、もう裏話になるんですけど、一回音声ファイル破損して2回目の収録なんですよね、これ。もう本当にきつかった。もう24時間マラソン完走したぐらいきつかった。いや、そんなきつないな。で、今回というか、まあ、いつもなんですけど、やっぱちょっと面白いネタばっかり採用しちゃうんですよね。なんですけど、中にはすごいガチな質問もあって、まあ、学校で友達ができませんとか、コロナで職を失いましたみたいな。で、そういうガチの質問にも答えてあげたいんだけど、今回取り上げたみたいな面白い質問とそのガチの質問を一緒に動画化しちゃうと、もう俺の感情がジェットコースターになっちゃうんで、ガチの方の質問はサブチャンネルに投稿したいと思いますので、もしよろしければサブチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、多分3日以内には投稿できるはず。まあそんな感じかな。いや、本当にたくさんの質問ありがとうございました。まあ、今回採用されなかったって人もね、また100万人いったら多分やると思うんで、質問コーナーその時にふるってご参加ください。それじゃあ最後まで動画見てくれてありがとうございました。そして90万人も本当にありがとう。今回は散々喋ったからエンディングトークはなしで。それじゃあご視聴ありがとうございました。バイバーイ。